そんな足長ないやろ。長ないからやってんねん。グラサンつけてる自分。この力こぶをそのお二人にするって。あ、かわいい。しんどい時が伸びる時の猫じゃらし谷坂です。吉田です。お願いします。そしてはい、チビシャトルです。お願いします。お願いします。ということで今回はですね、はい、T シャツのデザインを考えよう。僕らが今 T シャツ着てますけども、猫じゃら T シャツ、これもチビシャにデザインしてもらいましたから、うん、ちなみに吉田君は絵があんまり上手くはないです。そう、はい、あんまりじゃない、あんまり全然で、僕も、まあ、落書きレベル、はい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 、でチビシャはもうツイッターでもバズってる通り、うん、ルーレットのやつね。あ、はい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 、あ、ぜひ見てください。クソおもろいね。なんかもう自由に自由にデザインをしていただければな。はい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 。俺らがいつも漫才で終わる時のポージング。なるほど。そんな足長ないやろ。長ないからやってんねん。あ、じゃあ俺いい、うん、俺はもうちょっと、はい、ちょっとしたパロディになっちゃうけど、はい、トグロ兄弟みたいな。これ俺。え、なんでこれ自分、うん、ちょっと待って、グラサンつけてる自分。あ、タモさん、うん、ほぼタモさん。トグロ兄弟。いや、僕はまあ下書き程度ですけど、やっぱまあ筋肉がメインじゃないですか、うん、筋肉の、うん、この力こぶをそのお二人にする。あ、かわいい。かわいい。ものすごいリアルな顔ですよ。ものすごいリアルな心霊写真みたい。こうなって、え、めっちゃかわいいやんそれ。本当ですか。上腕二頭筋っていうぐらいから、二つの頭やからな。体の一部に取り込むっていう意味で、うん、その、中に入るっていうので。意味わかる？あ、コマ？コマじゃないよ。ダンベルよ。はいはい。ダンベルでこうやって。あ、いいね、かわいいですね。ちなみにチビシャはその、はい、手のタッチ、はい、変えたりできる？いや、まあ全然、はい、言ってこれみたいにって言ってもらったりしたら全然寄せますし。すごいな。まあ、このパロディの方はそっちに寄せてますね。まあまあそうね。はい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 、おいりやん。はい。本当ですよ。これな、ベンチプレスを上げるように吉田が谷坂を持ち上げる。お、俺がこうやってんのを自分が体こうピーン。あー、あー、いいっすね、いいっすね。まあもうこうなんのかな、ベタやけど、もうこんな感じ。結局はダンベル持ち上げてる。はいはいはい、はい、シンプルじゃん。とりあえず一人だけ自分の、はいはい、脳天からバーベル突き刺さる。いや、ちょっと待ってや、どういうつもりで書ききれなかったですけど、なんかロゴとかもなんかあったらいいなと思って、ダンベルの、まあ、持つところのパイプでなんか猫じゃらしみたいな。あー、かわいい。こう文字で書いて、まあ、このロゴをなんか使ってみたいな。めっちゃかわいいやん。でも今んとこやっぱ俺上腕二頭筋かな。あ、びっくりした。あれ言うんか。そんなわけ、要はこんなんクロスカウンターしてるみたいな。いいですね。確かに。はいはいはい。とりあえず自分がやっぱ今後犯罪を犯すかもしれんから、その時のために手錠つながってると思う。寿司の上で腹筋してるお二人。いや、そうね。寿司、あ、シャリの上ですね。シャリの上で、シャリの上で、シャリの上で腹筋して爽やかに汗をかいてるお二人。これはぜひ採用させていただきたい。いや、なんでなんですか。なんで、うん、いや、俺チビシャの味がめちゃめちゃ出ると思う。こういうのどう。んカレーの具材に二人の顔がある。いいっすね。ちょっとさ、チビシャイズム入ってどんどん。はいはい。まあ、お二人ポージングしてて、谷坂さんが住んでる本当の住所のところ、うん、吉田さんの本当に住んでる住所のところにこう、Google マップのこうピントが合ってる。ここですよっていう Google マップの上手が俺で、下手がやったんやから。あー、なるほど。で、下…あ、では南台ってことか。あー、言うな言うな。ってことはこっちがドミノピザってことか。引っ越したら更新せなかった。そうですね、引っ越したら買いましょう。その都度。何種類出た今のところ。結構出た。ちょっと振り返る。
ってみよう。これは最初のなんかあの漫才終わりのポージング、ダンベルこうやってるやつと、あ、なんか持ち上げてるやつとか、まあ、クロスカウンターとか、うん、で、俺がこのトグロ兄弟みたいな、トグロ兄弟ね、うん、これはもうピーってなってる、これもう全モザですけど、まあベンチプレスを、はい、吉田が、まあ、持ち上げてみるな、で、俺が、まあ、このバーベルになってる、そうそうそう、はい、まあ、ちょっとバツしちゃったけど、うん、頭に櫛が刺さってる、それはあかんねんか、あと、手錠されてる時、手錠受けないよ、筋肉、あ、手錠筋肉でバーンやってる、あー、なるほどね、あー、バキ言うところのオリバーみたいな、どういうつもりや、こう、チビシャ取る感がめちゃめちゃ強い、チビシャ取らないの、僕は、まあ、寿司にね、寿司の上で筋トレしてる猫じゃらしロゴね、これかわいいロゴとか Google マップとかね、なんかかわいいもん、柔らかいもんを逆に潰してないみたいな絵も描きたいなと思ってね、化粧とケーキとかぬいぐるみとか、はい、そうです、で、あとこれですね、伊藤金のお二人の顔になってる、これええよな、俺めっちゃこれええと思う、ちょっと待って、これ絞んのむずいな、うん、いや、それだったら、うん、なんか LINE スタンプとかにしたら、まあ、いっぱいこの案も全部使えるんじゃないですか、いや、やめとこ、やめとこ、いや、違う違う、めちゃくちゃいい案出してくれた、そんな、だって LINE スタンプなんか簡単にできない、分かってんの、いや、僕、LINE スタンプ、第3弾まで出してんすよ、知らんやん、いや、知らんやんじゃなくて、あなた買ってくれてるでしょ、何弾買ってんの、全部買えるんすか、買えますなるほど、LINE スタンプな、はい、寿司クランチも上位、あ、行きます行きます、確かに、はい、じゃまず T シャツをどれにするかよ、おっ、4つあるのは、うん、そやな、ギリギリや、ギリギリ、ギリギリ、うん、全部ないかな、まあ、自分のもええのよ、漫才終わり、はい、どうもありがとうございます、マッチョの時ね、これ、1個目のやつか、これや、はい、前後ろってできへんのかな、それやったら背中こ、なんでカレーやん、こだわり強いっすカレーのこだわりエグいな、自分どう3つやね、これにカレーかけましょうよこれにカレーをやーってかけてるやつ、あ、ほならさ、カレーかけんやったらスプーンも出したいな、あ、めっちゃいいじゃないですか、スプーン持ってガーってガーってかけて力塩飯出してたこれかそっちじゃない、まあいろいろ組み合わせていいと思いますけどね、ポーズ取ってるでしか漫才の衣装って感じですね、そうやな、漫才の衣装でこう漫才の衣装でポーズ取っててポーズ取って漫才衣装着て、そう、まあ、こっちも捨てがたい、捨てがたいね、これ LINE スタンプにしたいな、これもずっともカレー食べたいカレー一緒に食べに行かへんっていう時にスタンプ本当に吹き出しでスプーン持ってるからですね、本当に思ってるのはそれになんかちょっとこういう要素を足したいかなという、足したい、足して、はい、そうですね、あー、なるほど、これを元に元にって感じですね、ちょっと、はい、チビシャのアレンジも加えつつ、はい、はいはいはい、感じだね、はい、じゃあ一旦仮で、うん、はい、これということで、はいはい、そこからちょっと煮詰めていこう、そうですね、はい、原型それっすね、カレーのようにね、カレーのように、カレーから離れて煮詰めていこうってカレー好きやな、ラインスタンプも作っていきますし、チビシャトルのラインが販売してるんで、うん、概要欄に貼ってますので、ありがとうございます、うん、ということで、今回のそのプロジェクト T シャツデザインプロジェクト第2弾でございました、また次回の動画でお会いしましょう、さよなら、うーさすけーさすけプロテインうまいおやすみ